ベルナール・タッピは、フランスの実業家、政治家、俳優。フランスサッカー一部リーグオリンピック、マルセイユ元会長。ナチスドイツ占領下のパリ郊外のルブルジェで、貧しい工場労働者の子として生まれる。地元の工業高校を卒業後は兵役につき、除隊後は、テレビのセールスマン、歌手、F3 のレイサーなど様々な職業を経験。 1970年にコンサルタント会社に入社すると、1977年からは、独立式業を再建させるビジネスを手掛けるようになった。製本会社のディゲイドニオ皮切りに破産寸前の中小企業を次々に買収し、再建させることでなお知られるようになった。1984年に、電池会社のウォンダーを3000万フランスフランで、 買収すると5年後に売却し4700万フランスフランの収益を上げた。その後も重量機器メーカーのテライオンと鉄商を買収。フランスの民放テレビ局 TF1 の1.7%の株式を取得。これらの株式をベルナールタピファイナンセスとして再編し1989年1月にパリ証券市場に上場した。 フランス国内では1970年代のオイルショックの影響により深刻な経済不況に陥り、政府による経済政策も失敗に終わり1980年代に入った後の実質経済成長率も停滞を続けていた。そのような長い経済危機の時代に労働者階級のタピが登場し企業再建で数々の成功を収めたことで、 学生や若い企業家の間から成功のシンボルとして高い支持を得た。一方で、フランス国内でのタピの評価は大きく二分しており、一部のメディアから詐欺師として扱われることもあった。1990年7月にホルスト・ダスラーから世界的スポーツブランドアディダス社の株式過半数を買収し、経営権を獲得した。 1990FIFA フフワールドカップ決勝を翌日に、控えた同月7日、決勝戦会場となるローマにおいて会見が開かれ、フランス企業によるアディダスの保有する株式の過半数取得は、出独両国の友好関係を象徴するものだと宣言した。この出来事がフランスとドイツの社会に与えた影響は大きく、ドイツの一部メディアでは、 ドイツの象徴とも言える企業が買収されたことは国家的悲劇だと書き立てた。しかしタッピーはアディダスの経営状態を立て直すことはできず、1992年に現在のクレディアグリコルであるクレディリオネから融資の返済を迫られると同銀行に株式を売却して経営から退いた。1984年前年まで所属していた自転車ロードレースチーム、 ルノー・エルフのチームリーダーの座をローラン・フィニョンに奪われたため、自らが新チーム結成に動いていたベルナール・イノーに協力し、自身が当時経営していた健康食品チェーン店のラビ・クレールをそのままチーム名にして結成。自らが同チームのマネジャーにつき、イノーに加え、クレックレモンダもルノー・エルフから引き抜き、1985年に、 昨日が1986年にレモンがそれぞれツールとフランスで総合優勝を果たした。1986年にサッカークラブオランピック・ド・マルセイユを買収し同クラブの会長に就任。1980年代の OM は2部リーグへの降格を経験するなど成績が低迷しており、当時のマルセイユ市長は地元のシンボルである OM の成績不振が 政治に悪影響を及ぼすことを懸念したピに、クラブの買収を持ちかけた。タピは豊富な資金力で、多くの有力選手を獲得し、フランス国内をはじめ、UEFA チャンピオンズカップにおいても常に上位進出し、1993年に同大会を制する等、有数の競合クラブへと成長させた。1980年代後半にはパリ・サンジェルマン、 FC との対戦をるクラス1区と命名し、試合の盛り上がりに一役買った。社会党に入党すると、1988年の国民議会議員選挙にブーシュイコールデュローヌ県から立候補し当選。翌1989年には人種差別を抗言する国民戦線党首のジャンマリー・ルペンを球断したことで注目されると、 1992年から1993年には、フランスワ・ミッテラン内閣の都市問題担当大臣を務めた。同年に、社会党を離党し左翼急進運動に入党。1994年6月の欧州、議会議員選挙の際には、急進エネルギーの名簿名で選挙に臨み、234万4457票を得て13議席を獲得した。 しかしタッピは自身が会長を務めるオリンピックマルセイユのヤオチ事件やベルナールタピファイナンセスの横領事件が発覚すると議員特権が捜査の障壁になるとして会員特別委員会が開かれ1993年11月に賛成多数でタッピの議員特権剥奪が可決され1995年の裁判の判決により政治家生命に終止符を打った 景気を終え身分が回復した後も表だった、政治活動は行わず、大統領選挙において、特定の候補者の支持を表明するに止まっている。2007年フランス大統領選挙では、社会党から立候補した初の女性候補、セゴレーネ・ロワイヤルではなく、国民運動連合から立候補したかつての政敵、ニコラ・サルコジを支持した。1993年5月20日に行われた、 フランスサッカー一部リーグ、バランシェンヌ FC 戦において、八王朝行為が発覚。関与したマルセイユの幹部が警察に逮捕され、フランスサッカー連盟は制裁措置として、同年9月20日に、同クラブの1993から94シーズンのチャンピオンズリーグとインターコンチネンタルカップの出場権を剥奪すると、 その後1994から95シーズンからの2部リーグ降格処分が決定した。FFF は事件に関与した3選手に対する1996年7月までの国内でのプロ資格停止とタピに対し無期限で会長職を退任させる処分を下した。一方で複数の関係者の証言から警察の捜査の手はタピ自身にも及び、 1995年5月15日に裁判所により懲役2年の判決を受けた。同年11月28日の上告審では8ヶ月に減刑されたものの罰金2万フランと3年間の議員資格剥奪が言い渡された。1992年にタピは自身が株式の過半数を所持していたアディダス株を売却する際、クレディリオネがアディダスを休めで、 タピから買い上げた後にタピに融資金の返済を要求し破産させたことが不正であるとして1995年に同銀行及びその債務整備機構を訴えた2005年9月30日に裁判所はクレディリオネに対し1億3500万ユーロの支払いを命じたが2006年の控訴院判決によって判決は破棄されたこれに対しタピは 紛争解決期間、調停委員会での裁定を要請すると、フランス政府もこれを認め、2008年の調停により、クレディリオネに対し4億ユーロの賠償金の支払いを命じた。1996年、クロードル・ルーシュが監督を務める、男と女、嘘つきな関係を生む、ファムズ・モード・ディーン・プルワに出演し、実業家役を務める。 2000年には1975年に公開されたアメリカ映画のカッコウの巣の上での舞台化に出演し主人公のランドル・パトリック・マクマーフィー役を演じた。その後も2001年には自身のドキュメンタリー映画《フーイズ・ベルナール・タピエやテレビドラマの《コゼス、2003年から2008年にかけて放送されたテレビシリーズの《コミーサー・ベイランス》などに出演している。 ありがとうございます。